コナン君に妙だなと思われそうなニートの行動ですね。ハサミを持ってお菓子コーナーに。これはニートじゃなくてもちょっと妙だなと思いますよ、コナン君は。自室に長時間こもる。まあコナン君なら妙だなと言いますね。トイレからなかなか出てこない。これはね、トイレ並んでる人だったら妙だなと思いますね。中で本当に便意と格闘しているのか、それともスマホいじってるんじゃないかと疑います。部屋のゴミ箱に大量のティッシュ、妙だな。平日昼間に外出、これは妙だな。まあ前提にニートがありますからね。平日昼間に外出していたらコナン君が妙だなと、これは言いそうですね。登校時間の中学周りをうろちょろ、妙だな。まあ登校時間はねまだ大丈夫、下校時間だったらさらに妙ですね。コンビニで1000円以内でしか買い物をしない、妙だな。これなんかコナンの本編でなかったですかね。1000円でタバコしか買わなかったみたいな、ちょっと内容はうろ覚えなんですが、これ本編で出てきそうな妙だなですね。毎日唐揚げ弁当、妙だな。これは別にいいんじゃないですか。まあでもコナン君ですからね、あらゆることに対して疑問を持ちます。目玉焼きにソース、妙だな。これは醤油派の意見じゃないですか。これに妙だなと思うのは、舐めたスプーンを家族で共有するジャムの中に突っ込む、妙だな。まあ家族あるあるですね。子供がよくやっちゃうやつ、これは妙だなというか注意しなきゃいけないやつですね。常に挙動不審、妙だな。まあこれはニートの中でも一部の人だと思いますが、その挙動不審さからコナン君は疑ってきます。ニートなのに筋トレ、妙だな。はい、ニートはね筋トレすら怪しい。筋トレしたらコナン君が疑います。昼夜逆転を直すため徹夜するも朝8時に寝る、妙だな。これ昼夜逆転を直すの失敗しただけですね。コナン君からすれば疑問です。朝なのにカーテンが開いてない、妙だな。まあこれも昼夜逆転の影響か、それとも1日中カーテンが開いてないのか分かりませんが、これはね確かにコナン君からすればかなり怪しいですね。今週するはずだったバイトエントリーをしなかった、妙だな。これコナン君というよりも親御さんが妙だなと思う、もしかしたらすっぽかしたんじゃないかって思うやつですよ。鍵かけたはずのドアを何度も確認、妙だな。誰も入ってこないようにですね。高学歴が多い、妙だな。まあそんなに高学歴なのにニートなのかと、もしかしたらこの高学歴は嘘かもしれないということですね。ネットでは関西弁、妙だな。確かに関西に住んでる人ならまだしも、関西以外に住んでる人も確かネットでは関西弁多いイメージありますね。あれれ、あの人スマホでずっと文字を入力しているよ。これ周りの人にコナン君が教えてあげる時の言い方ですね。まあニートですからネットサーフィンもしくは掲示板に行ってるんでしょうが、まあ許してあげてほしいですね。もう疑問に思わないでほしいです。 PC を見てるだけなのに顔が真っ赤、妙だな。はい、これもね気にしてあげないでほしいです。もう男ならね分かってると思います、コナン君も。はい、なのでこれは気にしないであげてほしいです。以上、コナン君に妙だと思われそうなニートの行動でした。